車はね、もうなんかいろいろやってあって、まあ、あのフレームの補強バーがたくさん入ってて、そしてロールバーも入ってて、さらにですね、まあ、LSD が入ってる、そしてファイナルギアがかなりローギアなのが入ってる、でまあ車高調が入ってる、タイヤホイール変わってるっていうところなので、かなりねトータル的にまるでね競技車のようなフィーリングですね。ロードスターはそんなにパワーがある車じゃないですけど、ローギアなギアが入ってるのでかなり加速感が良くて楽しい。ハンドリングはとても素直です。癖がないですね。車全体的にもしっかりしてます。フレームの合成パーツは効いてますね。これ乗りやすいですね。ジムカーナとか、まあ、ちょっとミニサーキットとかでこの車を楽しみたいなっていう感じがしますね。マフラー、言わず知れたマフラーが変わってるわけですが、ノーマルよりは少しサウンドが大きくなっております。ブオーっていう風にね、車内には響いておりますが、車の中ので聞こえる音よりも外で聞いてる方が音量はもちろん大きく、いい音してました。まあ、そんなにね車の中はうるさくないです。でもちゃんとスポーツサウンドを楽しめます。この車は左右4本出しになってます。そういう部分で見た目もね、かなり特徴的です。オートエグゼさんの足はですね、ほぼノーマルにもう少し手を加えたような足なんですが、ノーマルはねこうステアリングをこう切り込んでいった時にグッと来た時にリアが結構グッと動いちゃうんだよね。ロールスピードが速くてちょっとだけ不安感があるんです。ケツが出るとかじゃないんだけど、ちょっとこうハンドルを切っていった時の足の動きすぎによる不安感がノーマルにはあるんですが、この足はノーマルと同じようなストローク感がありつつもロールスピードが少し、抑えてあるので減衰ですごく安心で、なおかつ、まあ、ノーマルと同じような足なんで乗り心地がめちゃくちゃいい。いいですね。この車はですね、ブレーキとサスペンションのチューンがされております。サスペンションはかなり、スポーツ方向に振ってあってですね、まあ、バネレートも8キロ6キロと固めなので、まあかなりフットワークは軽いです。だから、車がねすごく軽く感じる。もともと軽いんですけど、今日たくさん乗ったロードスターの中でもフットワークは軽めに感じます。でブレーキですが、キャリパーもパッドも変わっているのですごいねこうつまむ力はすごくありますね。正直この設定だともっとグリップするタイヤが履きたい。 S タイヤとか履きたいね。かなりもうあのラジアルタイヤの領域じゃなくてもうセミスリー履いた方がいいだろうなっていう辺ぐらいの余力がありますね。